あなた方は正しい判断をしています。なぜなら、横島な心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ、核のゴミであれ。これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まりの皆さんはとても儲かる、途方もないほどに。恐縮です、教祖様。核のゴミをお引き受けいただくこと、日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん。ありがとう、海老名さん。恐れ入ります、会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。失礼、皆さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this? Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us,It will be your last, Dwight. There won't. I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less.You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。何すまねえ、茜さん。
俺のせいで。新規癖ったらねえな。おい。このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうがお前は。俺どうすんだ。病すまねえ、目覚めた。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。ああ、おう。いや。
げ。ありがとうございます。なあ、足立さん、ちーちゃんはどこだ？はあ、さっきまでその辺にいたけどな。おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしまったんじゃ。なんだと？どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃねえ。でもちーちゃんは俺らを助けようとしてたろ。バレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちーちゃんは。ならこれも覚えとけよ。ちーちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。気の毒だがよ、カスガ。トミーの言うことにも一理ある。何言ってんだ、足立さんまで早とちりだよ。ちーちゃんがトンズラなんて、どうせその辺にいるんだからよ。ちーちゃん。ダメだ、繋がらねえ。千歳とか言ったか。一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。ちーちゃんが。おまけにうちの拳銃を持ち出してる。はあ？手癖の悪い。どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。ヤマイ、ちーちゃんが出てったってのはいつだ？銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したってあいつもしかして一人でラニを取り戻そうと？マジかよ。出なきゃ銃は必要ねえ。あいつは多分エイジやパレカナのとこに乗り込むつもりだぞ。いけねえ。ちーちゃんを追いかけよう。そうなるわな。おい、追いかけるってちーちゃんがどこに行くのか分かってんのか？そうだ。
ウニ君。おっしゃ、一緒に強くなろうぜ。はっ、キレキレだな。で行こうぜ。限界を超えていけ。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。行くぜ。せい。これからだ。おめえに決めたぜ。こいつで。せい。ここだ。サイト。さあ。ね。よし。練習通り。くたばれ。よっしゃ、ナイスな一撃だ。しゃ、いくぞ。しゃ、行くぜ。ジャストミート。いや、決まったぜ。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。そらそら集まれ。せーの、気合い入れていこうぜ。
Let's get started. さあ、やりますか。よし。セット。インフォメーションナウ。ほら、来いよ。よし、やるぜ。ほら。ビューティフル。いつでも思い通りにはいかねえな。よし。くそ、上がらねえ。やりにくい。なんとかやっか。ゴールしろよ。これだけ強すぎだろ。いい調子だぜ。あんたたち。どうもおばちゃん。ラニをさらわれたって。アカネさんも怪我させられたとか。もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端これか。そう言わねえでくれよ。それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想尽かされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう随分経つよ。そうですか。千歳は今頃英二を探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しか、ラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。ってことはつまり俺らも英二のとこに行けば千歳を見つけられる。いや、それが分かりゃ苦労しねえって。三人寄れば文字の知恵ってやつだ。どうだ春日、大道寺のセーフハウスは。エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。はあ。しかし俺ら、ちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。Aloha! Thank you.
Aloha! Thank you! Yeah.
なあ、姉ちゃん、旅行客？ここ通るときは俺らに通行料払うのが決まりなんだよ。初回だし、1000ドルに負けとくぜ。え、そんな。ジンタラしてねえでさっさと払えや、このガキ。ゴミ発見。ゴミ発見。え？うおなんだこの化け物。おいおい、お掃除丸がチンピラ吸い込んじまったぞ。なんと、どういうことじゃ。あの店のハンバーガーうまかったな。ねえ、食べ歩き最高。次何食べに行こうか。ゴミ発見。ゴミ2種発見。あ？うわあ！止まって！やっぱり。っていうか、人間まで吸い込むなんて聞いてねえよ、博士！これは想定外なのじゃ。一体どうして？な、また移動した。おい、まさかあの姉ちゃんも吸い込む気じゃ。ん？この辺りは交通量が多いので気をつけてお通りください。あら、ありがとう。ああ、あいつ吸い込むどころか美人の姉ちゃんに媚び売って終わったぞ。そうか、どうやらゴミ識別 AI が進化しすぎてポイ捨てやカツアゲする連中を社会のゴミと認識して吸い込むようになってしまったようじゃ。社会のゴミって、だから何もしてない姉ちゃんは吸い込まなかったのか。むしろすり寄っていった感じだったが。まあそうじゃな、強いて言うなら音声認識モードの実験中に好きな女性のタイプを語り合ったことがあって、その時わしが力説したお姉さんの話がお掃除丸のデータベースに強く刻まれたのかもしれん。さっきの人とちょっと似ていた気もする。修学旅行の夜みたいな実験してんだな。ともかくこのままではお掃除丸がゴミと判断したものは人や物問わず吸い込んでしまうのじゃ。止めに行くぞ、もじゃこ。たく、世話を焼ける掃除機だな。お掃除丸、一旦停止するのじゃ。おい、聞こえんのか。今度止まれと言ったのじゃ。確かこの辺に緊急停止ボタンが。ゴミ発見。ゴミ発見。え？博士！今度は一体何が起こったんだ？どうやら取り込んでから燃やすよりも先に燃やしてから取り込んだ方が効率が良いと進化した AI は判断したようじゃな。真面目に分析してる場合かよ。
これじゃただの火を吹いて吸い込む兵器だぜ。おっと、そうやった。とにかく緊急停止ボタンを。お、お掃除丸、おい、しんちゃん、しがうな。頼む、まじゃこ、緊急停止ボタンを押してくれ。博士、くそ、なんか普通に吸い込まれちまって。おもう、おもじゃここうなったらもう無理やり止めるしかねえな。今、ついに行きます。このままでは町が焼け野原になるかもしれん。何でもきっちり焼けるように温度を2000度に設定しておってな。やることなすこと裏目に出るな。やんのかい、うさ。行くぜ、放電準備。俺の番だ。腰抜けやろうが。ほら来い、ほら来いよ。受けてみな、くらいな。次は俺だ。腰抜き野郎が。黙らせてやる。俺の番だな。もらった。おや、やっぱりどころかもっとヤバいことになってないか。危険状態になった時用の裏コードでリミッターが解除されたようじゃ。妙な仕込みすんじゃねえよ。くそ、手のかかる掃除機だぜ。ガツンと行くぜ、くらいな。行くか。ズリア！よし。いつでもいいぜ。いや、ならよっと。やっと勝利、勝利。コツつかめたんじゃねえか？よし、上昇上昇。また強くなっちまった。いっぱいや。俺もまだ若いね。清掃モード停止中。停止中。セーフモードへ移行します。なんとかなったな。ったく、毎度毎度骨の折れる掃除機だぜ。今度は何だ、爆発でもすんのか。おいしいパンケーキが焼けました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 。は？いやはや、またしても助かったのじゃ。感謝感謝なのじゃ。これはせめてもの気持ちなのじゃ。頼むから安全をちゃんと確認してからお披露目してくれや。いやはや、面目ないのじゃ。まさかゴミの判定が人にも及ぶとは想定外じゃったの。AI の進化は奥深いのじ
しかしまだまだ改良の余地があることが分かったのは収穫と言えるの。ラボに戻ったら早速修正作業なのじゃ。もっともっと便利で安全なお掃除丸を提供できるように頑張るぞい。相変わらず博士は転んでもただじゃ起きねえな。つってもまあ仮にお掃除丸が今のままだったとしても、社会のゴミとして吸い込まれないような生き方は必要なのかもな。もうポイ捨てはしません。そうじゃのう。危うくわしもこのパンケーキの礎にされるところじゃったわい。いや全く笑えねえけどな。ただうまいなこれ。おかわりどうぞ。おかわりどうぞ。ありがとうよ。Aloha! いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you。これだな。うまく取れたぜ。全力で行こうぜ。
行くぞお前ら、寿司門バトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。これからだ、くたばれ。おお、死ね。それおめえに決めたぜ。しゃ、行くぞ。ファイト！行くぜ！ジャストミート！さあ！必殺が決まったぜ！これでどうだ？行くぜ！相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。しゃ、消えろ。行くぞ。しゃ、ファイター撃破。落ち着いていけ。おめえに決めたぜ。くたばれ。消えろ。いい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。最後に決めるぜ。せーの。心も体もバッチリ。違うよ。謝罪するまでぶちのめし。準備はできてるぜ。行くぜ行くぜ。よこい、いつでもいいぜ。
行くぜ。ガツンと行くぜ。ふん、止め。調子が出てきたな。かかってこいよ。黙らせてやる。うわっ、くそ、上がらねえ。もらった。いや、水にまで最高。ぶちかます。ほら来いよ。ここまで引き出してやるよ。だな。勘弁してくれ。行くぜ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。どういうことだ。見せてやるよ。信じてやろうじゃないか。
つまでこうしてんだ。What are you looking at? Get out of my car! かかってきやがれ。よし。こうねえのか。は Well, give it your best shot. 行くぜ。おや。湖まで。しっかりと。よし、やるぜ。You're making fun of me?腰抜き野郎が。はっ。 You want some of this? ビビってんのか。おい、ガツンと行くぜ。おいしくなれよ。 Look and see, brother. Look and see, brother. 次は俺だ。フッ。Do your work. 俺の番だ。受けてみな。命を大事に。これで。Do your work. Do your work.黙らせてやる。ドドン。うわ。I can't see shit. I can't see shit. Get up. ほら、完全俺の番だな。Do your work.もらった。やっ。掴めたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。
おいおい、迷子か。こんにちは。アロハ。ヤッホーちゃん。アロハ。いただきます。いただきます。この海藻サラダ、シャキシャキしてて食感がいいな。オゴがいいアクセントになってるよな。これオゴっていうのか。噛めば噛むほど旨味が出てたまらねえな。海藻セットみたいなの売ってたら買って帰ろうかな。いいんじゃねえの。ただ間違っても海で取ろうとすんなよ。オゴは毒性があるからな。市販品なら加工されてて問題ねえけど、そうでないのをそのまま食ったら食中毒でヤバいぜ。マジかよ。勝手に取る気はなかったが、そういうパターンもあるんだな。まあフグとかも似たようなもんか。ナンバはキノコや野草はとりあえず食べてみていけるかどうか判断してだな。それ絶対にやったらダメなやつだろう。だいたいいけなかったらどうなるんだ。宇宙とつながりかけたと言ってた。思ったよりヤバい人だったんだな。まああいつは試食のプロみたいなもんだからな。絶対に真似すんなよ。絶対にしねえよ。Thank you. Aloha. Kokoro mo koda mo matchi gu yo.すぐにここを離れて正解だったな。サツに捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大土寺のパーにも頼れねえ。さてそれはどうでしょうね。お前らは なんだこいつら。お忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうかい。花輪さんのことなんだけど。そのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ春日さん。三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ、他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。どっかにいい場所が。
以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありませんから。なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。ああ、行こう。私がいいぜ。いつでもいいぜ。Let's go。 行くぜ。放電準備。ぶちかます。腰の野郎が。ビビってんのか。What's wrong? Scared?受けてみな。ふん。腰抜き野郎が。かかってみな。やりにくいぜ。黙らせて。行くぜ行くぜ。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。クライナー。思い通りにはいかねえな。よし、勝利勝利。気分が乗ってきたぜ。たまには将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ。そんじゃ今度手合わせ願うとするかな。いつでも受けて立つぜ。俺に指さばきで勝てるかな。えらい自信じゃねえか。ん？指さばき？おお。音を立てず人思いに駒を引くのがコツよ。将棋崩しの。これ将棋崩しの話だったのかよ。仲良し。
いいよ。おめえら準備はいいか。決まっていけよ。スジモンバトル開戦だ。さあ楽しんでいこうぜ。行くぜ。ファイト。みんな頼むぜ。流れを変える。しゃ、消えろ。行くぞ。くたばれ。消えろ。しゃ、ファイター撃破。行くぜ。おめえに決めたぜ。消えろ。行くぞ。ナイスな一撃だ。とっておきの準備ができたぜ。こいつで。よっしゃ。最高だったぜ。そらそら集まれ。せーの。ありがとうよ。なかなかいいセンスじゃねえか。いらっしゃい。ありがとう。
で行こうぜ。限界を超えていけ。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。こいつで、ファイト。これからだ。流れを変える。行くぜ。ナイスな一撃だ。それ。ファイト。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。よっしゃ。ファイター撃破。よっしゃ。流れを変える。行くぜ。俺いい勝負だぜ。またな。ふう、勝ててよかったな。最後に決めるぜ。せーの。気分が乗ってきたぜ。アロハ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。
足立さん、この間頼まれた件だが、今のところいい情報はないな。そっか、まあ仕方ねえ。俺もダメ元と思ってたしな。気を落とすな。もう少し聞き回ってみる。よう、どうしたい？何の話してるんだい？まあちょっとマスターに頼み事をしててな。ありがとうよ。忙しいとこ悪かったな、マスター。気にしないでいい。で、マスターに頼み事って何だったんだい？それとも俺には内緒か？そういうわけじゃねえんだがな、昔ハワイに移住したはずの知り合いがいるんだよ。こっちでジュエリーの店を開いたって聞いてたから、どこにあるのかマスターに調べてもらったんだ。へえ。でもさっきの様子からすると見つからなかったってわけか。本当に店を開くことができたかもわかんねえんだ。雲をつかむような話なんでな。けど何もマスターに頼まなくったって、その知り合い本人とは連絡取れねえのか。ええ、最後に会ったのがもう20年も前なんだな。なるほど。当ててやろうか。その知り合いってのは綺麗な女の人だ。ふん、まあそりゃそうだな。やっぱりね、だと思ったぜ。まだまだお盛んじゃねえか、足立さん。そんなんじゃねえって。色恋の相手にしちゃ年の差がありすぎる。へえ、そうなのかい。俺が警官だった頃、彼女はとある事件の関係者だったんだ。20年前に異人町で起きた宝石店強盗事件で被害に遭った店主の娘さん、当時はまだ高校生よ。宝石強盗か。犯人は3人組だったが、後日逮捕した。取られた宝石も回収できたよ。おお、やるじゃないの。さすが日本の警察は優秀だね。その事件を足立さんが担当したってことか。ああ、大勢いる捜査員の一人としてな。で、その時の娘さんが今じゃハワイで宝石店を開いたと噂ではそう聞いたんだ。だからせっかくハワイに来たことだし、元気にやってるか一目見とこうと思ってよ。向こうは足立さんのこと覚えてんのかい？さてどうだろうな。それこそ会ってみねえことにはわからん。なるほどな。じゃあ俺も店探すの手伝うぜ。きっと足立さんがハワイに来たのも何かの運命だ。いいっていいって。お前はこっちで十分忙しくしてんだからよ。ここのマスターが調べてくれてるし、俺一人で十分だ。とにかくその店が見つかるといいな。探す手がかりは何かあるのかい？彼女の名前だけだな。真鍋明子さんってんだ。ハワイで日本人がやってる宝石店なんてそう数はねえだろうし、手がかりとしてはまあ十分だと思う。確かにな。とはいえ店は出したもののうまくいかなかったってこともありうる。そもそも本当に店を出せたかも確かじゃねえ。まああんまり期待しすぎないよ。気長にやるさ。おう、それが良さそうだ。よし、じゃあ明子さんが成功してることを祈って。うん。ありがとうよ。乾杯。
俺の出番だな。それでは聞いてください。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はあるよ。でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ成り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者になり上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に答え合わせりゃまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺となり上がろう。プロになれるぜ。よ、トミー。ああ、一人で飲んでたのか。俺もいいよな。もちろんだ。おめえが来るのを待ってたんだからよ。その後は特に変わりねえのか。さあな、俺はもうマリア近藤に近づいたりする気はねえからよ。そっか。トーマス、いやトーマス、僕だよ。ん？トーマスって？やべ、近藤だ。近藤ってマリーさんの？いいか一番、俺はあいつの前じゃトーマスってことになってるからな。お、そっか。トーマス、こんなところで会えるなんて。いや、今店の前を通ったら君が見えてさ。こちらはお友達？ああ、俺はその、そう、トーマスのお友達で春日ってんだ。近藤と言います。トーマスにはこの間一杯ごちそうになっちゃって。だからさトーマス、今日は僕がここでおごるよ。いいよね。ご注文はどうしましょうね、トーマス。そうだな、トーマス、どうすんだ。遠慮はいらないよトーマス。そんなトーマス、トーマス言うなって。いやすまねえ近藤さん、今取り込んでてさ。また今度にしような。そう、あ、じゃあそうだ、連絡先教えてもらえる？前に話した僕のマリーにもぜひ会ってほしいし、僕はさ、慣れないハワイで優しく声をかけてくれた君にすごく感謝してるんだよ。あ、それは嬉しいんだけど、俺の連絡先はそのちょっとな。あれ、どうかしたトーマス？僕何か気に障ることでも言ったかな。ワリコンド、とにかくここを出ようか。外で話そう。
なんで？とにかくここはちょっと周りの目が気になる。それもそうだな。あいた。ちょっとどこ見てるんだ君たち。は？ Fuck you say to me？ ああっと待った待った。今のは近藤が悪かった。すまない。勘弁してくれ。なんで？そりゃないだろトーマス。今の見てなかった？多分彼らをわざとぶつかってきたんだ。どうせすぐ因縁つけて金を出せって言ってくるよ。おい、よせ。向こうさん怒ってるぞ。大丈夫。これでも僕は空手の有段者でね。腕には覚えがあるんだ。せい。やめろって。あんたもうすぐ結婚するんだぞ。ここでバカな真似したらまたマリーが傷ついちまうだろうが。また傷つくって。 Cause all three of you need to shut the hell up. And this guy needs to apologize. Let's get that wallet out, jerk off. My patience is only getting more expensive. わかった。金だな。待てろ、今出すから。ダメだってトーマス。そんなこと君にさせられない。 I'm about to take your head off too, bro. あんたは関わるな、近藤さん。さっきトミーが言ってたの聞いたろ。ん？トミーって。なことはどうでもいい。とにかくあんた下がったろ。絶対に手を出すな。よお前ら、そっちの空手男は俺の手下なんでな。文句があるなら俺に言え。トーマス。あんたは行け近藤。もう俺にも構うな。でもこうなったのは僕のせいなのに。マリーにトーマスがよろしく言ってたと伝えてくれや。こっちは俺らが引き受けだぜ、近藤さん。 No more jowing assholes. Time to make you bleed. I ain't letting you run. やんのかこの野郎。行くぜ行くぜ。こうねえのか。 Hulk, feel you. Yo. Huh? Jump. もらった。やっと。調子がいいぜ。いくぜ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。くらいな。行くぜ行くぜ。もらった。くらいやれ。ぶちかます。調子がいいぜ。行くぜ。勝負しろよ。勝利勝利。また強くなっちまった。ふう、こいつらには悪いことしたな。おいお前ら、もうおとなしくしてろよ。さもなきゃこっちはまだまだいけんぞ。さっきの空手男にも手を出すんじゃねえぞ。分かったのか近藤さん。もう行け。この乱闘騒ぎとあんたは無関係だった。いいな。トーマス。俺はあんたが思ってるようなやつじゃない。少し前まではヤクザやってたんだ。だからこれ以上お互いに踏み込むのよそ。俺の連絡先も教えるわけにはいかねえ。そんな。ただ虫がいいようだがよ、最後に一つだけ言わせてくれ。え？いいか近藤さん、あんたがバカな真似すればマリが傷つくことになる。例えばさっきあんたがうかつに喧嘩なんかしたら
勝っても負けてもいいことは何もねえ。取り返しのつかねえ怪我を負ったり負わせたり、警察の厄介になって仕事も失ってたかもしんねえ。もうあんたの人生は自分一人のもんじゃねえんだ。あんたの隣にいる人のことを考えてやってくれ。頼む。はい、わかりました。ありがとな。なんだか巻き込んで悪かったな一番。さあ行くか。おう。僕はマリーのことをきっとあなたと同じぐらい大事に思っています。正直言って、あなたがそこまでマリーのことを気遣ってくれていたなんて想像以上でした、トーマス。いえ、富澤さん。なんで名前を。どういうことなんだ。こちらの皆さんは僕が雇ったんです。店の前でばったりぶつかったのはそういう打ち合わせだったんです。ありがとう、皆さんのおかげで助かりました。お礼はまた後ほど。Sure thing, Mr. Kondo. These guys were no joke, though. Kondo, あんたは一体。申し訳ありません。僕はあなたを試してたんです、富澤さん。初めて会った時のこと覚えてます？僕が道に迷っていたところを声かけてくれましたよね。ああ。あなたは自分から僕に声をかけたつもりでしょうが、実は僕が声をかけやすいようにしてたんです。あの時点ですでにあなたのことは調べていました。マリーの恋人だった方で、無実の罪で刑務所へ入れられていたことも全部。なんだと。マリーはハワイに心残りがあると言っていました。もちろんあなたとのことです、富澤さん。最後にお別れを言わないわけにはいかないと。じゃあマリーは俺があんたと会ったことを知ってるのか。ええ、あなたと一目会って区切りをつけたいという彼女の思いを無限にはしたくない。ただ僕はあなたが出所した後、病というヤクザの部下になったことも掴んでいました。だから悩みましたよ。愛するマリーの願いは叶えたいが、あなたと出会うことでかえって辛い思いをするかもしれない。それでさっきの連中をけしかけたのか。トミーがどんな奴かを試すために。はい、それについては詫びるほかありません。ですが僕はマリーを傷つけたくなかった。俺だって偽名使ってあんたに近づいたんだ。騙そうとしたのはお互い様だ。それで近藤さんよ、あんたの目にトミーはどう映ったんだ。富澤さんから見て僕は好ましい人間じゃなかったはずです。自分のいない間に恋人を奪った男なわけですから。にもかかわらず富澤さんは僕をトラブルに巻き込む前と身を挺して喧嘩から遠ざけようとしてくれた。マリーを守るために。改めて富澤さん、あなたを試すような真似をして申し訳ありませんでした。あなたは立派な方です。あの人はマリー。あ、俺たちはちょいと外すか、近藤さん。ええ。よ、隣いいか一番。ああ、マリーさんとはきっちりお別れを言えたのか。まあな、近藤のやつは俺が思ったよりずっと頼もしい男なんだとさ。そっか。何より彼女幸せだってよ。一番聞きたかった言葉だ。だな。お前のおかげだよ一番。また今回もいろいろ助けてもらったな。またってなんだよ。へへ。お前と出会ったおかげで俺は病んとこから抜けると決めた。でそれがあったからマリーとまた会えた。最後のチャンスを逃さずに済んだ。持ち上げすぎだよ。言葉で何言ったとこで感謝しきれるもんじゃねえ。だから好きなだけ飲んでくれ、俺のおごりだ。
俺はもうおめえの懐具合だってよく知ってんだ。だから一杯だけ怒られることにするよ。好きにすりゃいいさ。マスター、いいかい、この店で一番高い酒を一杯。ええ、お待ちを。いいか、トミなめんな、当たり前だろ。あ、それ俺もだ、マスター。2杯頼むよ。豪気だね。高い酒ってのはこういう時に飲むもんだ。本当にありがとうな、一番。これからもよろしく頼むぜ。おう、どの曲にするかな。それでは聞いてください。情けなくて恥ずかしくて逃げ出したくなる時はあるかい。悲しすぎて虚しすぎて死にたくなる日はあるかい。俺はある、でもまだ俺は俺を信じたいんだ。逃げねえし死ねねえ、鳴り上がるぜ。世界で一番かっこよくて強い勇者に鳴り上がるぜ。世界で一番君を笑顔にできるような男に。答え合わせにはまだ早いぜ。どん底から夢見た姿へ俺と成り上がろう。この歌を聴いてくれ。イエーイ。ミッドナイトシャドウ、キリル咲く、ここだね、おいアクセル、キシムハイウェイシティ、助手席うつむく、お前の、はい、ルージュ色の憂いといたナイフのような俺を包み込んだ。マイスピードでヘッド出るようなパストやフューチャー、俺が塗り替えてやるさ。行こうぜ、
二人きりのエデン、一億、二億、百億のキスを浴びせてやる。ベイベー、この腕抱いて、お前を二度と話はしない。マシンガンキスで just fall in love。 おい、おい、やんのかこの野郎。俺の番だな。やんのべ。もらった。やっ。これでいい。アロケアロケ。よし、やるぜ。俺もまだまだ攻撃を。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これは、こいつに強くなろうぜ。こいつに強くなろうぜ。じゃダメか。来いよ。よろしくお願いするぜ。ガンガン行けるぜ。悪には悪の正義があるってこと、今なら分かる気がするよ。おっしゃ、大当たりだ。うっしゃ、今日はついてるぜ。
って。調子出てきたな。アロハ。いらっしゃい。いらっしゃい。顔アイコンを変えられるよ。プロフィールを編集できるよ。どんどん課金するんだよ。毎度あり。プロフィールを編集できるよ。頼むぜ。マッチしたぜ。よし、目指すはデートだ。
そうだな。これにしよう。なんて改造か。やったぜ。喜んでもらえたみたいだ。どうです？そうだな。これだ。なんて改造か。へへ。よっしゃ、いい反応だ。特別ですよ。ほう、これはなかなか。どうしよう。なんて改造か。これにしよう。そうだな。よし。気が合いますね。よっしゃ、いい反応だ。あの、なんて改造か。これだ。そうだな。いいぞ。嬉しいです。喜んでもらえたみたいだ。ですよ。なんとまあ。そうだな。これだ。なんて改造か。よっしゃ、いい反応だ。ここはスタンプだ。喜んでもらえたみたいだ。ありがとう。
全力でアピールだ。なんて返そうか。よし、やったぜ。いいぞ。よし、やったぜ。いいぞ。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。Kasuga, it's really you. I'm so glad we could meet. Come on, don't stare like that. It's embarrassing. On the app. It felt like we really connected, didn't it? So, I want you to get to know the real me. Kasuga, I think we're the perfect match.調子出てきたな。お、You're gonna regret this. やんのかこの野郎。俺の番だな。やんのね。行くぜ。俺の番だ。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。くらいな。ここらで勘弁してやるよ。だな。心も体もバッチグー。
お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病のとこで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば、大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと。病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね、状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって。これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会の海老名を通じて日本政府に売り込んできたんです。海老名を通じて。核のゴミ処分がままならないのは万国共通、原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとって海老名やパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ。それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか。ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。なあちょっといいが、大道寺ってのは悪の組織みてえなもんなんだろ。日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカナを調べるんだ。そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く。何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら
引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。アカネさんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそうだな。エイちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村エイジ。意外かもしれませんが調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。エイちゃんが分野？ええ。しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ。ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え？当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け疲れ果てた三田村が夜道を運転中突然歩行者が飛び出してきた。エイジはそれが荒川組の仕業だって言ってるのか？証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが本当に何にもないのか？そのもし荒川組の仕業だったとして荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。あ、それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ？新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが？あいつブリーチジャパンにいたのか？荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。あ、三田村はかなりの活躍を見せたようで青木寮に見出され組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああでもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんだな、なんでエビナとつるんでるんだ？あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか？今までの話を踏まえた上でそれでもエイジがヤクザと手を組むとしたら理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか。エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。
海老名と手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今や海老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。キリュウさんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板、とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言ってんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。ああ、大丈夫だ、分かるぜ。さすが春日さん、そこに何も。そいつら行ってみねえと分からねえ。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。虹は、待った。